オリベティプログラマ101は初期のプログラム可能な商用デスクトップコンピューター。イタリア人技術者のピエール・ジョルジョ・ペロットによって考案され、イタリアのピエモンテ州に拠点を置くメーカーであるオリベティによって製造された。P101 は当時の大型コンピューターの主要な機能を持っていた。1964年のニューヨーク万国博覧会で発表され、 1965年に量産が開始された。当時としては未来的なデザインのプログラマ101は 3200US ドルで発売された。1970年代初めまでにアメリカ合衆国を中心に約4万4000台が販売された。本機はしばしば印刷可能なプログラム電卓、または卓上計算機と呼ばれている。これは3年後に ヒューレットパッカードから登場した HP9100A がコンピューターへの恐怖心を克服できるようにポータブル計算機として宣伝されたもので企業に対してそのコンピューター部門を経由せずに直接販売することができたからである。プログラマ101の全面プリンターとプログラムキーが見える時期カードプログラマ101は4つの基本的な演算機能に加えて平方根。 絶対値、少数部の取り出しがあった。また、記憶レジスタの消去、転送、交換に加えて、印刷と入力待機の機能を搭載した。条件ジャンプ命令、A 数字プログラミング言語、内部メモリ、データ記憶機構といった機能は、コンピューターとして定義付けできるものであった。32のラベルステートメントが、ジャンプ命令と4つの開始キーへのジャンプ先として、 使用することができた。磁気カードのルーチンは、プログラミングの知識がなくても使うことができた。初期のコンピューターは高価で専門家にしか扱うことができなかった。P101 は、簡単、経済的で、プログラミング言語の知識がなくても、磁気カード上にプログラムを作ることができた。すべてのレジスタは22桁の符号付き数値と小数点を持っていた。 メモリは10個のレジスタを持つ。M、A、R の3つは演算。B、C の2つは記憶。D、E、F など必要に応じて割り当て可能な3つは記憶、またはプログラム。P1、P2 の2つはプログラムのみ。B、C、D、E、F の5つのレジスタは、半分のレジスタに分割され、11桁の符号と、小数点付きの数値を含む。 そのため、後期のコンピューターとの最も特徴的な構造の違いは、その命令領域とデータ領域を機能的に分離したことであった。本機は電卓やキャッシュレジスターのように、プログラムと結果をテープロール紙に印刷した。プログラミングはアセンブリ言語に似ていたが、より単純により少ない選択肢で済んだ。記憶レジスタと演算レジスタ。 レジスタ中の命令との交換を指示できた。命令は1バイトを占有し、磁気カードには120個の命令を保存できた。エレア9003などの大型コンピューターでは、命令は8バイトを占有し、基本モデルのメモリが全20キロバイトであった中で120個の命令は1キロバイト近くを占有した。プログラムの保存は片面に磁気コーティング、もう片面にメモをする箇所がある。 約 10cm、20cm のプラスチックカードに記録することができた。各カードは2本のラインに記録され、2つのプログラムを保存することができた。4つのレジスタはカード上に保存され、2つのレジスタはプログラムコード専用であった。他の3つのレジスタはコード、または数値のために使うことができた。合計百四十バイトの情報が点二ミリ秒の サイクルタイムを持つジワイチ延線に電気的に保存された。演算処理はディスクリート部品で行われ、マイクロプロセッサは存在せず、集積回路もまだ実用初期段階にあったため使われなかった。オリベッティはニューヨーク近代美術館の永久収蔵品がそれを証明するように技術とデザインの両面に注力したことで有名であった。プログラマ101は その一例であった。技術の面では、開発チームは誰でも使える非常にシンプルな製品を提供することに注力した。ロベルト・オリベッティに呼び込まれたイタリアの若手建築家マリオ・ベリーにより前には製品の人間工学と美学を気にかけた者はいなかった。私はロベルト・オリベッティから進行中のある込み入ったプロジェクトのためにあなたに会いたい。 という電話を受けた日を思い出す。それは、メカやプリント回路を積んだ箱の設計ではなく、人と暮らしを共にする、何か、テーブルあるいはデスクに座って、理解、交流の関係を始めるような人間的なもの、それまでのコンピューターは、ヨータンスほどの大きさであったためにこれは全く、新しいもの、といった設計を伴っていた。私たちは、ヨータンスとはどんな関係を持つこともできなかった。 実際、最も美しいヨータンスは壁の中に消えてしまった。しかしこれはヨータンスでも箱でもなく、あなたの個人的な付き人の一部になるために設計されたマシンだった。マリオ・ベリーに、2011プログラマ101メモリー・オブ・ザ・フューチャー日本でのプログラマ101の広告本機はイベリアのオリベッティ技術者ピエール・ジョルジョ・ペロットによって設計された。 マルコ・ザ・ヌーゾの衣装、マリオ・ベリーニの設計によるスタイリングは当時としては人間工学的かつ革新的で、ベリーニはコンパッソ道路産業デザイン賞を受賞した。開発は1962年と1964年の間、同社の他のビルは GE が所有していた中で、オフィスでいくつか厄介な状況を作り出していたオリベッティの小さなチームを出身とする従業員が、 一夜にして製品の内部的な分類をコンピューターから電卓に変えたおかげで GE へのコンピューター部門の売却を免れた。プログラマ101は1964年のニューヨーク万国博覧会で発表され大きな注目を集めた。4万4千台が販売され、うち9割はアメリカ合衆国で売り上げた。その価格は3200ドルであった。 ヒューレット・パッカードは HP9100 においてプログラマ101で使われている磁気カードやアーキテクチャといったいくつかの技術を取り入れ、後にオリーベッティに約90万ドルのロイヤルティを支払った。約10台のプログラマ101が NASA に売られ、アポロ11号月面着陸計画に使用された。アポロ11号で私たちはデスクトップコンピュータというか、まあその オリベティプログラマ101と呼ばれるものを持っていた。それは、すごい計算機で、おそらく1フィート半四方で、約8インチの高さであった。それは加算、減算、乗算、除算でき、しかしそれら一連を磁気カード、長さ1フィート幅2インチの磁気ストライプに記録することができた。よって、プログラムの流れを書いて、そこに読み込ませることができ、そして、もし、 ルナモジュール高感度アンテナがあまり賢くなかったら地球の居場所を知ることができなかった。私たちはこのプログラマ101で4分割にしたプログラムを動かしていた。デビット W ・ウィテル 2006P101 はベトナム戦争中にアメリカ空軍によって B-52 ストラトフォートレスの対地直接爆撃に用いる座標計算システムの一部に使われていたことも 特筆すべき点である。ありがとうございます。